こんなもん TV のタカでございます。今回なんですけども、相変わらず飲食店紹介をやっていきたいと思います。はい。で、本来はコミと一緒にね、今日も旅する予定やったんですけども、ちょっとコロナの影響もあるということで、ちょっと僕一人で急遽旅する形になりました。はい。で、今回ね、何を紹介したらいいのかなってちょっと悩ましいところではあるんですけども、コロナの影響でグルメ紹介するってなったら、やっぱテイクアウトっていうのがね、僕の中でね、こうピンときてる部分があるので、今回もテイクアウト紹介するんですけど、テイクアウトといえば何を思い浮かびますか？僕はね、ハンバーガー思い浮かぶんですよね。マクドナルドとかモスバーガーとかで結構テイクアウトする、ドライブスルーするってイメージがあるんで、なんかなおさらハンバーガー思い浮かぶんですけど、今回は王子の方にある人気のハンバーガー、パラダイスバーガーというお店にね、行きたいと思います。で、こちらのお店、以前は66ベースっていうね、地元で愛されたハンバーガー屋さんだったんですけども、ちょっと場所も変わって店名も変わったということなんで、まあ、僕は行ったことないんですけども、かなり気になったんで本日行きたいと思います。それでは行くぜ、レッツゴー。旅コン TV。 じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。うん、めっちゃジューシー、肉がめっちゃジューシー、いや、うまい。うん、これがうまい、ペロッといっちゃうわ。バンズがふわふわなんと、このバディのこの肉のジューシーさがもう群を抜いてます。めちゃくちゃうまい。うん、ほんまにね、その結構さっぱりはしてるんですよ。ジューシーなんですけど、その胡椒とかの味が強く効いてるとかじゃなくて、もう素材そのものの味が生かされてんなっていう感じのハンバーガーです。めちゃくちゃうまいですね。食べやすい。うまっ。メニューではなんかセットとかよりもなんかチーズって書いてるのを頼んだら、もうこのポテトもね、お昼の時間帯からかわからないけどついてきましたね。うん、うまいな。ドリンクはついてなかったんで、お店で食べる場合は別に注文していただくか、もうテイクアウトの場合はね、なんかドリンク買っていただくかしてもらえたらなと思います。旅コン TV。 はい、てなわけでね、パラダイスバーガーさんの方食べてきたんですけども、うまかったっすね。一人バージョン。はい、今回ね、パラダイスバーガーの方食べてきたんですけども、やはりね、もうこんなん言うとあれなんですけど、マクドナルドとかモスバーガーのハンバーガーとはもう全然違います。もう別物って感じがしますね。まあ比べたらあかんとこやと思うんですけどね、そこは。はい。で、こちらのね、バーガーに関してはね、先ほども言いましたように、バンズがすげえな、ふわふわのバンズで、で、ね、パティがすごいジューシーで、もう噛んだ瞬間に油がトロッと落ちました。ちょっとフグ汚しちゃったんです。ここだけ気をつけてください。でね、すごいね、なんかそのパンチが効いてるというよりは、もう素材の味を生かしたような感じで、まあジューシーなんですけど、なんかすごいさっぱり、あっさり食べれるなっていう感じがしました。さっぱりは違うかな、ちょっとあっさり食べれるなっていう感じがしました。店内でも食べることできるんですけども、内観がおしゃれな感じで、ちょっとね、ま、ビルの2階のところにあって、ちょっと入るの躊躇する場合もあるかなと思っちゃうんですけども、入っていただくと、すごい店員さんもね、親切にね、対応してくださるので、とてもね、行きやすいお店だなっていうのは感じました。で、王子駅の南口の方からもね、すぐの、もうほんまにとこ 1,2 分で、しかもパーキングもね、横にあるので、駐車場にも困らないです。まあ、本当にね、この王子ってね、僕も久々に来たんですけど、なんかいろんなお店があって、すげえ魅力だなって思ったんで、ちょっと緊急事態宣言とかが抜けた後、コミとね、ちょっとこの辺探索するのもね、面白いなって、すげえ歩いてて感じました。で、今回テイクアウト予約せずに行ったんで、ちょっとね、行ってから20分間ね、待ち時間があったんですけども、待ち時間嫌だなっていう方はね、予約していただければなと思います。電話で予約できます。すべて概要欄にね、情報とは載せてます。はい。次回の動画を見たいなと思った方は、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。また、Twitter、Instagram、Facebook もやっておりますので、そちらのフォローもどしどしお待ちしております。本日のタカの一言、もう僕の味覚自体がパラダイスやわ。はい。こんな感じで終わりたいなと思います。次回の動画でお会いしましょう。
バイ。この動画が良かったと思う方は高評価、今後も見たいと思った方は